ロムバの儀式バルトネオペガニズムは、バルト人の間で、かつての異教を民族宗教として復興しようとする、運動。近現代におけるその起源は19世紀に遡るが、ソビエト連邦支配下では抑圧された。ソビエト連邦の崩壊後は、バルト人たちの間で、国家、文化アイデンティティの開花としてもてはやされ、バルト諸国のみならず海外のバルト人コミュニティにも、広まった。 ディーブツリは、ラトビア人の復興宗教であり、ラトビアの他カナダやアメリカのラトビア人コミュニティにも、信者がいる。宗教学的には一元論を軸とし、バルト神話に登場する神々や自然はそれぞれすべて、デウスの発言であるとしている。デウスは、超越的な現実の泉であり、物質やエネルギーの基盤であり、宇宙を規定する方である。この復興運動は、 1925年にエルネスツブラステンチュがラトビアのデウス星の復活と題した書籍を出版したことに始まる。ラトビアがソ連に併合された後でウトリ運動は抑圧されたが亡命者を中心として存続した。1990年代以降ラトビアに逆輸入されて信者を増やし2011年時点で公式なメンバーは663人となった。 2017年、聖書として、ロクステネスディエーブトゥルスベートニーツァが建設された。ドルウィは、ブルーセンの宗教に起源を持つと主張している、ネオペーガンで、現在はリトアニアを中心に信仰されている。信者たちは、ドルウィと口実のロムバは、明確に区別されるものだと考えている。またロムバは、ドルウィの一形態と捉えることもできる。新宗教としてのドルウィは、 1995年に設立された黒の聖職アカデミーによって整備された。この組織は道徳的に成熟した18歳以上の男女をバルト人の司祭として育成している機関である。ロムバと同様ビズーナスを海祖として認めている。教義は一元論的である。ロムバの結婚式ロムバはリトアニアのキリスト教家以前の宗教を 生き残っていた民話や慣習から復活させたとして、中世以前からの連続性を主張しているネオペーガンである。リトアニアで創始されたが、現在ではオーストラリア、カナダ、アメリカ、イングランドに信者組織を有している。ノルウェーにも信者が存在している。宗教としてのロムバは、自然の神聖性と祖先を崇拝する多神教であり、その信者は、 伝統様式の芸術を称賛したり、ダイナや賛美カのようなバルト民謡を復活させたり、伝統的な休祝日を研究したり、伝統的なバルト音楽を演奏したりといった文化的活動のほか、自然や聖地の保護活動を行っている。ダイナ。リトアニア語では歌を表す一般名詞であるが、ラトビア語ではラトビアの民謡を意味する。 リトアニアの民謡の具体的な形態としては、スタルティネスなどが挙げられる。ありがとうございます。